2024年度の驚くべき防衛予算112兆円強の予算が内閣での承認を受けたとの情報を入手しました。今回はこの112兆円強の予算で建造開始する時期 FFM とイージスシステム搭載艦を中心に詳しく見ていきます。イージスシステム搭載艦においてはイージスアショアの方が格安で運用費も人数も少なくて済んだのではと考えるのは私だけでしょうか。ブースター問題がネックなんですよね。安全面は大事ですが、総合的に考えることも大事。河野さんは、日本政府は2023年12月22日、一般会計における歳出の総額を112兆717億円とする2024年度の当初予算案を閣議にて決定。昨年分の2023年度予算比では、総額でおよそ2兆3095億円が削減された数字となったことが確認された。ただし、このおよそ2兆3095億円の削減額の内訳は、新型コロナウイルス対策用に積み上げられていた予備費用を減らしたことが寄与したもので、実質的な歳出の内容については、やはり増加傾向にあることは否定できない。ことに、日本の社会的な構造を象徴する少子高齢化に伴う社会保障関連の費用や、日本を取り巻く安全保障環境の悪化等で、防衛費の増額は避けられないものとなっており、当然、一部からは批判の対象とされている。何と言っても、今回の2024年度当初予算案をはじめ、日本の国家としての歳出の中で、最大の比重を占める社会保障費は、総額で37兆7193億円に達しており、実に全体の 30% 以上を占める状況は変わっていない。これは、現在の日本の社会的な問題ゆえに、抜本的な削減を行うことは困難な分野であるが、同様に増加を続ける防衛費については、これまでの太平洋戦争後の日本の中で不文律として自主規制されてきた対 GDP1% という括りの撤廃が大きいだろう。2024年度の当初予算における日本の防衛費は、前年の2023年度に比べ、およそ1兆1277億円を積みました。7兆9496億円にまで増加しており、一部に批判的な動きは、あれど、今日の日本の置かれた状況を端的に示すものと言えそうだ。この7兆9496億円となった日本の防衛費の中でも、大きな比重を占めている項目は、1兆2477億円を投じるミサイル防衛が最大で、次いで、長距離打撃力として、新たな抑止力として注目されるミサイルの整備に7340億円が計上されている。こうした2024年度の当初の防衛予算の中でも、具体的な装備品として、大きな注目を集めている筆頭とも言えそうなのが、イージスシステム搭載艦であり、関連費用を含めた予算は、総額でおよそ4546億円が計上されている。イージスシステム搭載艦とは、かつて、秋田県と山口県の2カ所に設置する計画で進められていた。陸上配備型であったイージスアショアが担うはずだったミサイル防衛システムを実現する装備品として2隻の建造が決められているものだ。海上自衛隊ではアメリカ海軍でイージス戦闘システムを搭載する主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにして、これまでに8隻のイージス護衛艦を建造、運用、配備を行っている状態である。これらイージス護衛艦と区別する意味合いから、イージスアショアの機能を代替する艦艇には、イージスシステム搭載艦という名称が用いられているが、前者と異なり、後者は、日本の海上自衛隊のオリジナルの艦艇となるものだ。これまでに防衛省が公表しているイージスシステム搭載艦の使用は、基準排水量でおよそ1万2000トン、全長がおよそ 190.0 メートル、全幅がおよそ 25.0 メートルとされており、世界的に見ても、非常に大型な水上戦闘艦であることは間違いない。これは、現在就役中の海上自衛隊の水上戦闘艦の中で最大規模を誇るマヤ型イージス護衛艦と比較しても顕著であり、それは、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることからも明らかとなっている。イージスシステム搭載艦は、
本来イージス・アショアが備えるはずであった日本のミサイル防衛を担う艦艇とするため、その兵装を搭載するべく、既存のイージス護衛艦よりも、かなり船体を大型化させたと伝えられている。防衛省側のこれまでの説明によれば、イージスシステム搭載艦には、敵側のミサイルを迎撃するための兵装として、SM-3 のブロッキエア並びに、SM-6 が搭載されると明かされており、これによって、イージス・アショアの機能を代替することが想定される。これらに加えて、イージスシステム搭載艦には、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人認識地対艦誘導弾等の能力向上型の艦発型などの長距離打撃兵装も装備することになると説明されている。人認識地対艦誘導弾等の能力向上型は言うに及ばず、トマホーク巡航ミサイルも、対地攻撃能力を前提としつつ、対艦攻撃用の長距離打撃兵装となると召されており、イージスシステム搭載艦には、そうした対処能力の付与も期とされている。これは、日本政府が進めているスタンドオフ能力を体現するものであると考えられ、敵の防空網の外側から長距離打撃能力を発揮させることを意味しており、各種のミサイル兵装のキャリアとして、多様な任務の遂行が見込まれる。ただし、近年の水上戦闘艦のトレンドは、アメリカ海軍をはじめ世界的に見ても、これほど大型な艦艇に重兵装を施すという仕様は稀であり、対艦ミサイルの長射程化、極超音速化が進む中で、その有用性が注目される存在となっている。加えて、イージスシステム搭載艦は、既存のマヤ型イージス護衛艦が、およそ300名ほどの乗組人数を必要としていることに比して、20% ほども少ないおよそ240名での運用が想定させられている点でも特異な存在と言えるだろう。通常の水上戦闘艦の場合、搭載する兵装が多種にわたるほど、当然ながらそれを運用するための乗組人数は比例して増加する傾向が多いが、この点の精進化を、どのようにイージスシステム搭載艦が実現するのかも注視されている。こうした状況下で、海上自衛隊に、このイージスシステム搭載艦は、2027年度に1隻目、2028年度に2隻目が就役する予定で、建造が行われる予定となっており、前者を三菱重工業者、後者をジャパンマリンユナイテッド社が担当する。その規模、搭載する兵装、用途、消費と多くの要素で注目を集めるイージスシステム搭載艦だが、海上自衛隊では、これ以外でも、新たな水上戦闘艦の建造を並行して進めていくことが明らかとなっている。2023年度から2027年度までの5年間の総額で43兆円規模を確保する方針が決められた日本の防衛予算だが、その中では既存のイージス護衛艦も現在の8隻体制から10隻体制へと2隻が新造されることが盛り込まれている。これは、現在の最新鋭のマヤ型イージス護衛艦が追加建造させるのか、さらに改良を施した新型艦となるのかも未定ではあるが、時間的に考えても、全くの新型艦となる可能性は薄く、マヤ型の改良に止まるのではないかと個人的には思う。今現在は、アメリカ海軍も、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦を同時に代替する新型艦艇の準備を進めているが、それを参考にして、日本が新規建造を行う時間的な余裕はなさそうに見えるからだ。また、現在の海上自衛隊において、最新鋭の水上戦闘艦であるもが身型護衛艦についても、さらなる改良型に変更して建造する方向が示されており、もっか、身型よりも、ミサイルの攻撃力を重視したフリゲート艦となるとの見方が多い。こうした新型のイージス護衛艦 DDG やフリゲート型護衛艦 FFM を見ても、その中核となる兵装は、対地対艦攻撃の両方に対応した長射程のものが必須となっており、人認識地対艦誘導弾等の能力向上型等が鍵になりそうだ。今回の2024年度の防衛費の当初予算の中には、人認識地対艦誘導弾等の能力向上型の開発と調達に関する費用が、
総額で1753億円盛り込まれており、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルと同様に、2025年度と1年配備が前倒しされる。